えば巻き線工程ですけれども、今まではいろんな設備で分割して作っていた工程を今回一つにまとめてコンパクトなモジュールにしました。これを日本で立ち上げることによって、製造のノウハウの蓄積、問題点の潰し込みを行い、これを海外に展開していく。そうすることでリーフがグローバルに生産されていく。これを我々今目標にしています。日産リーフはジューク、ノート、キューブといった従来の車と同じラインを流れる混流生産という方式を取っております。ただ組み付ける部品がガソリンタンクの代わりにバッテリーと、従来のガソリンのエンジンに対してモーターというものを組み付けているというところが違いますが、基本的に同じ方法で同じラインを流しています。約2年後にですね、まずアメリカのスマーナ工場で、それに続いてですね、イギリスのサンダーランド工場、こちらの方で電気自動車の量産を計画していますので、これもですね、オッパマで積み上げたものを踏襲してですね、同じような進め方でやっていければ一番効率がいいかなというふうに考えています。